市長の近藤貴則です全国的にオミクロン株の派生型 BA5 系統を中心とする感染が急速に拡大をし医療機関への負荷が増大をしています岡山県では8月5日から8月31日までの期間 BA5 対策強化宣言を発令しました高橋においても新規陽性者数が増加をしています 今後、お盆を控え、普段会わない方との接触が増えることにより、さらなる感染の拡大が懸念されています。高齢者などの重症化リスクの高い方、必要な時に必要な医療を受けられる医療提供体制、これをしっかり守り、社会経済活動を維持できるよう、皆様には県の要請に沿った行動をぜひともお願いをいたします。 項目は5つあります1つ目高齢者や基礎疾患があるなど重症化リスクの高い方や日常的にそれらの方と接する方は混雑した場所への外出など感染リスクが高い行動を控えてください2つ目いわゆる3密密閉密集密接この回避は徹底をしていただきたいと思います3つ目 熱中症に注意しましょうマスクは正しく着用していただきたいと思いますマスクコードがありますのでまたご覧いただきたいと思います四つ目発熱、喉の痛み、咳など少しでも体調が悪い場合は外出や帰省、旅行を控えるそしてかかりつけ医等の医療機関を受診をしてください五つ目会食なんですが やはり多くくなるとと思思いいいいまますす少人数そししてて時間も短たただきたいと思います大声を控えるそして食事の時も話をする場合はマスクを着用するこのことを是非ともお励行していただきたいと思います感染がこれから広がるそうしたことは防がなくてはなりません。 旅行、そして帰省、そういった機会が多くなるこの時期、改めて一人一人がこれまで以上に感染対策を徹底する、その気持ちをしっかり持って行動する、このことが一番大切なことであります。